ちゃん、物語の続き聞かせて。そうそう、ずっと待ってたんだよ。慌てない慌てない、勇者名一行は全員揃ってから出発するんだよ。最後の一人がもうすぐ。あ、来た来た、漂白者のお姉ちゃん、やっとあんこに会いに来てくれたんだね。心配でメイたちを出動させるところだったよ。あんこと一緒に遊んで、あとあんこの物語も聞いて。この前今週に来た時は一緒に遊べなかったんだもん。でも今のあんこは休暇中、いっぱい遊べるよ。宿題？そんなのあんこ知らないよ。あんこ、アルトも誘ったんだ。せっかくの休みなんだから今週で友達と遊ぼうって。なのにアルト、椅子でグデーってなりながら。大人は忙しい、特に今は仕事が溜まってるんだ。悪いが、あんこと出かける暇はない。だってさ、はあ、大人って大変だよね。物語を聞く時間も語る時間もないんだもん。しょうがないから、あんこは物語とアールトの財布を片手にブラックショアからやってきたのだった。そうだ、漂白者はもう立派な有名人だけど、みんなにも一応紹介するね。皆の衆ご覧あれ、満を持して登場したこの漂白者こそ今週を救った大英雄なのだ。こういう時は胸を張って認めればいいのに。あんこちゃんが言ってた、すごい残像をちゃちゃっとやっつけたっていう人だよね。すごーい。ねえねえ、大英雄さんも物語を聞くの？あんこの物語、本当に面白いんだよ。この前は霧になった狼の話でね。アールトの話だろうか。うんうん、それと金色の目をした猫と灰色の羽を持った小鳥の話。これは私とヤンヤンの話。ふふん、あんこの物語はまだまだあるよ。そして今、新たな物語が舞い降りる。今回の物語は勇者メイたちの冒険譚。ドキドキの展開がいっぱいで絶対面白いよ。イエーイ、やっぱり冒険譚は外さないね。それじゃあ一緒にあんこの物語を楽しんでね。この物語が気に入ったらお姉ちゃんもあんこの物語の国に行けちゃうかもしれないよ。だよね、黒目白目。物語の国に行ける、何かの比喩なのかな。ここは聞いてあげるべきだろうか。よかった、じゃあ座って。お姉ちゃんの特等席があるんだ。みんな座ったら物語を始めるよ。足を下ろして、ちゃんと座らないと物語が始まらないでしょ。へいへい、わかりましたよ。
別に俺はそんなの興味ないのに。そうね、あんこの物語ってただの作り話だよね。アメ細工の屋敷に住むお化け猫とか、愛で満たされた心臓が悪に侵されて。そんなことないよ、お化け猫とかいてもおかしくないもん。早く物語の続きを聞きたいな。いろんな本を読んでみたけど同じのは見つけられなくて。そういえばあんこってどこ出身なんだろう。物語も交流のお話とは雰囲気が違うような。確かに。じゃあ物語が終わったらあんこちゃんに聞いてみよっか。はーい、座って座って、これから物語の国に行くよ。もうとっくに座ってるよ。今日は灰色の小鳥の物語？ううん、違うよ。今日はね、勇者メイたちが願いを叶える物語。物語は夢の力あふれる冥王国から始まる。言い伝えでは冥王国の城の最奥には願いを叶える扉があるという。ただしその扉へとたどり着くには、あまたの困難を乗り越えなければならない。それでも願いを叶えるため勇者たちは歩みを進める。旅に出る前、白妖精の銘は勇者たちにこう聞いた。あの扉をくぐれば富も名誉も大切な思い出も手に入るでしょう。あなたは何を願って冒険を始めるのですか？私ならやっぱりお金かな。それでいっぱい星ナゲットを買うの。ふーん、僕は違うよ。名誉が欲しい。みんなが知ってるような有名人になりたい。じゃあ、あなたは？英雄が欲するのは富？それとも名誉？どっちね？勇者メイたちと似てるね。いい旅仲間になりそう。要するに人の数だけ願いがあり、それぞれの旅路があるということ。そしてとある勇者メイは願いを聞かれこう答えた。富も名誉もいらめえよ。その言葉に妖精のメイは戸惑い、さらにこう問い返す。富も名誉もいらないなら、なぜあの扉に向かうめ？家族に会う、それだけがおいらの願いめ。その願いを聞いて妖精のめは勇者に進むべき道を示した。では小さな勇者たちよ、物語を信じ友達と一緒に目を閉じなさい。そしてその目を開けた時、新たな冒険が始まり、その冒険譚の完成とともにあなたの願いは叶うでしょう。さあ勇者メイとその友人たちよ、目を閉じたら冒険の始まりだよ。あんこが呼んでる。行ってみよう。
ここへ来たのは初めてみたいだね。あなたもあの願いを叶える扉を探しているのかな。扉？あんこの物語に入ったのだろうか。まずは話を進めよう。ちょうどよかった、私も叶えたい願いがあるから一緒に行こう。他ではなかなか見られない景色でしょ。ここは冥王国、冥たちの楽園だよ。ほら、雲まで冥の形をしてる。私はここに詳しいから案内してあげるね。よーし、出発。白妖精の冥からここに沿って行けばゴールにたどり着けるって聞いたよ。その時宝物が隠された場所も教えてもらってね。始まる場所だから、物語が長いとこの道も長くなるの。たまに崩れた橋とかもあるし。でも今回はプロローグだからすぐゴールに着くはずだよ。めめー、サプライズ、行け行け、行きますよ。やっと来てくれた。怖くてしょうがなかった。メこの子が白妖精のメ、ちょっと臆病だけど道案内してくれるいい子だよ。ここまでちゃんと設定があるとは。扉を探しているメ。だったらここを出て3つの宝物を見つけられればたどり着けるメ。そう、1つ目は勇気の宝剣。手に入れるには勇気を振り絞って困難を解決しなきゃいけないメ。2つ目は信念の剣順。ちょっと大変だけど信念を掲げてくまなく探せば見つけられるはずだメ。最後は希望の花冠。いろんな種類の永遠に枯れない花で編まれている人の思いが宿った花冠め。全ての宝物を揃えると願いを叶える扉は現れるめ。よし、宝物のヒントも手に入ったし、ここからが冒険の本番だよ。まずはこの扉を抜けて現実に戻ろっか。ありがとう、白妖精のメイ。どういたしまして。物語でも現実でも困ったことがあればここに来てね。じゃあメイ。始まる場所で黒冥と白冥の故郷。黒冥と白冥の力があればアンコはいつでも遊びに行けるんだよ。ただし誰でも入れる国じゃないの。物語を信じない人は冥王国に歓迎されないからね。今回はちょっとだけおまけしちゃった。
あなたはあんこの友達で、真面目にあんこの物語を聞いてくれたからね。うんうん、あんこもそう思う。あんこたち、いいコンビだったね。あんこは、勇者メイとその友達が困難を乗り越えていくこの物語が大好きなんだ。さっきみたいにね。お母さんがね、信じる心があれば物語は人の力になるって言ってた。だから物語を思い出すたびにあんこの心はポカポカするの。この気持ち、お姉ちゃんにも伝わってたら嬉しいな。お姉ちゃんにはずっと幸せでいてほしいから。お姉ちゃんと遊ぶのすっごく楽しい。この前今週に来た時はみんな忙しくてダメだったけど、でも今は休暇中だからたっぷり遊べるよ。お姉ちゃんも勇者メイの物語の続き気になるよね。だからあんこの命名冒険団に入団してほしいな。一緒に物語を見届けよう。ごっこ遊びじゃないよ。超本格的で超王道な命名大冒険。小さい頃からやってるけどすっごく面白いよ。今回それじゃあ冒険団のクエストその1、みんなから物語の感想を聞いてみよう。これはあんこだけの物語じゃない。みんなの心が温かくならないと意味がないの。だからこれからの物語を紡ぐためにみんなの感想が必要なんだ。アンコールには拍手と歓声が欠かせないからね。よし、まずはほら、あそこの女の子気に入ってくれたかな。早速聞いてみよう。あんこの物語ってどれも子供だましじゃんか。丸聞こえだよ。え、今のはそうじゃないけど、どうせ勇者が宝物を見つけて扉を開けてそれで悪党を倒すってオチなんでしょ。それに現実に願いを叶える扉なんてないじゃん。僕もう8歳だよ。こんな作り話には騙されない。お姉ちゃんもあんこちゃんの物語聞いたんだよね。すごかったでしょ。うん、好きだよ。まるで夢みたい。特にあの宝箱とっても綺麗。それに開けたら白目が頭を撫でてくれたんだよ。それで中に入ってた宝物は剣と盾と花冠、全部覚えてる。勇者メイは宝物を見つけられると思う？もちろん。今何をお願いするかすごく悩んでるの。一つだけって難しいな。どれにしよう。ちゃんと考えなきゃ。勇者になって願いを叶えるなんてすごい。でも勇者メイは宝物を見つけられるのかな。そんなの楽勝だよ。みんな冒険に慣れてるすごい人たちなんだもん。それにしてもあんこのぬいぐるみって可愛いよな。白目はふわふわだし触り心地も良さそう。私も触りたいな。ふふん、みんな黒目と白目にメロメロだね。ねえねえ、なんで一人でいるの？お名前は？エイです。エイちゃん。うん、覚えた。こっ
っちは漂白者、命名冒険団の団長だよ。うん、さっき聞こえてた物語の感想だよね。ちょっと質問があって。何でも聞いて、あんこが答えてあげる。うん、3つの宝物を揃えたら願いが叶うんだよね。うん、物語にはそう書いてあるよ。じゃあこれを見て。すごーい、木でできた地図だ。ここは灯台で、ここには大きい岩があって、あんこはどこの地図なのかはさっぱり。お姉ちゃんすごい、もしかして本州を隅から隅まで冒険し尽くしちゃったとか。あれ、地図に宝剣のマークがついてる。あ、もしかして宝の地図。このマークが勇気の宝剣のありかだったりして。物語だと勇者メイは宝の地図を手に入れる。じゃあエイちゃんはこの地図どうやって手に入れたの？お母さんからもらった。これは私とお母さんの約束の証。昔お母さんと一緒に演劇を見たことがあるの。願いを叶えるために妖精の命に助けてもらいながら伝説の宝物を探す旅に出るっていう、あんこちゃんの物語とそっくりな演劇。私ね、願いを叶える宝物はどこにあるのってお母さんに聞いたの。何度も何度も。でもお母さん、辺境を見張る勇気だからいつも任務で忙しそうにしてた。そしたらある日、この宝の地図、白妖精の命からもらったっていうこの地図をくれたの。私、お母さんに今度一緒に宝物を探しに行こうね、だから何も怖くないよ。宝物が見つかれば願いが叶うから先に願い事を考えておいてねって言われて。たくさん願い事を考えたの。星ナゲットをいっぱい食べたいとか、新しいおもちゃがたくさん欲しいとか。でも今叶えたい願いは一つだけ。もう一度お母さんに会いたい。お母さんに話したいことがたくさんあるの。大人はみんなお母さんは任務で遠くに行ってるって言うけど、そんなの嘘。私だってもうお母さんは帰ってこないって分かってる。それでもお母さんに会いたくてこの地図のことを思い出したの。だからお父さんにも話してみたんだけど、黙って私を抱きしめるだけで何も言ってくれなかった。それで今日あんこちゃんの物語を聞いて、もしかしてって思ったの。一緒に探しに行こう。エイちゃんのその気持ちわかるよ。大人は慰めの言葉をよく使う。でも心の奥にその言葉は届かない。あんこはね、いろんなお話を聞いてきたから嘘のことと本当のことの見分けがつくんだ。この宝の地図は偽物じゃない、あんこにはわかるよ。本当？うん、あんこを信じて。エイちゃんの大好きなお母さんがくれた宝の地図、あんこも気になるな。それにお姉ちゃんも物語の結末を知りたがってるしね。手がかりがあるんだから使わない手はないよ。さあ団長、
指示をどうぞ。こうして命名冒険団は3つの宝物を求め旅に出るのだった。でもあんこ、今週には詳しくないんだよね。エイちゃんはどう？お母さんに連れて行ってもらった場所なら。でも残像がいるから一人で行かないようにって言われてて。一人じゃないから大丈夫。じゃあみんなで一緒に出発！地図によると宝剣はすぐ近くにあるみたい。ウカカがたくさんいる。パーティーでもしてるのかな。怖い。心配しないで、あんことお姉ちゃんがついてるから。あのね、勇者メイは自分よりも何百倍も強いお化け猫に会ったことがあって、その時怖くて震えが止まらなかったんだって。そうなの？うん。でも勇者メイは一歩も引かなかった。それは友達が後ろにいたから。戦わなきゃいけない理由があったからなんだ。つまりこの程度の敵におじけついてたら勇者失格になっちゃうってこと。あんこ、一緒に倒そう。任せて。変身！そうなればどう？すごい。これぐらい楽勝だよ。もね、お姉ちゃん。本当？そうは見えないけど。どれどれ。うん、全然元気そうだね。宝剣はどこかな。あ、そこに気候があるみたい。何か入れてみる。でもあんことエイちゃん届かない。私がやるよ。地図を置く必要があるみたい。山をも両断する勇気の宝剣だよ。うん、木でできてるんだね。それに少し欠けているみたい。あ、ここに手紙が。何何？なんて書いてあるの？小さな勇者よ、最初の宝物を手に入れましたね。きっとどこが宝剣なのと考えていることでしょう。こんなの伝説の宝剣のはずがないと。ですが落胆するのはまだ早い。
ここにたどり着くまでのことを思い出してください。たくさんの困難があったでしょう。足元をさらう高波、届かない宝箱。それでもあなたは勇気を振り絞ってここまで登ってきたのです。この普通に見える木の剣はあなたの勇気の証です。え、確かにそう書いてあるけど、どうしてあんこちゃんが知ってるの？メイの物語にもそう書いてあったとか？ううん、それで次の宝物の手がかりは？まだ続きがあるんじゃない？あ、うん、あるよ。小さな勇者よ、まだまだあなたの冒険は続きます。願いを叶えるには勇気だけでは足りないのです。下を見てください。信念を象徴する盾はあなたの視線の先にあります。他と違う砂の中には宝物が埋もれているかもしれません。もちろん何もない可能性もありますが、砂って、あそこだ。早速行ってみよう。次は砂浜で宝探しだ。冒険者たちは砂浜にやってきた。この果てしない砂の海から信念の拳銃を探し出すために、冒険者の心を試すと言い伝えられている盾、揺るぎない信念を持つ勇者だけがそれを見つけられるのだ。うんうん、気合十分だね。3人で分かれて探そっか。エイちゃんは左、あんこは右、真ん中はお姉ちゃんね。何か見つけたらあんこのとこに来て。一緒に調べよう。うん。これも違う。どれも普通の貝で縦には見えないかな。あんこちゃんはああ言ってたけど、お姉さんは願いを叶える扉って本当にあると思う？あんこちゃんと同じ考えなんだね。でも私はただの物語なんじゃないかって思ってる。やっぱりあの剣、お母さんが用意した謎解きゲームなんじゃないのかな。大人はみんな言ってる、おとぎ話の願いを叶える扉は現実にはない。でも信じれば物語は本当になるってあんこは言っていた。結末にたどり着くまでもう少し頑張ってみよう。うん、そうだよね。ありがとう。頑張って探すね。信念の拳銃どこにあるのかな。行きますよ。気をつけましょうね。どう？お姉ちゃん、盾は見つかった？あんこもまだ。さっきエイちゃんに本当にあるのかなって聞かれたけど、お姉ちゃんはどう思う？あんこもそう思う。エイちゃんのお母さんはエイちゃんのことが大好きだった。シズもエイちゃんに願いを叶えて欲しかったからあげたんだよ。だから盾はあるの。それじゃあアンコは探しに戻るね。
フォトンシンセシス。新発見です。見つけた。これが新年の献順だ。ん？手紙がある。あんこたちに見せよう。大きくなれ。どう？お姉ちゃん、盾は見つかった？すごい！さすが大英雄！あんこ、エイちゃんにも知らせてくれね。これが物語に出てくる盾だよ。これも木でできてる。職人の技ってやつだね。宝剣と組み合わせれば無敵の勇者になれそう。この盾を作った人すごいね。花冠の手がかりが書かれてるかも。エイちゃん、読んで読んで。うん二度目のおめでとうですね、小さな勇者よ。この盾は努力の証。辛いことにも諦めずに立ち向かったあなたにこれを贈ります。これからも迷う時があるでしょう。そんな時はこの旅を思い出してください。心に灯る揺るぎない信念が迷いの霧を払い、希望の光へと導くでしょう。最後の宝物は希望の花冠です。願い事が決まったら私たちの約束の花畑に行ってください。花畑？約束の花畑。あ、多分場所は分かったと思う。一緒に来てもらってもいい？もちろん。あんことお姉ちゃんと一緒に最後の宝物を探しに行こう。ここだよ。え？何にもないよ。そう、今はね、前はここにアヤメがいっぱい植えられてた。ここはお母さんの花畑だった場所。お母さんはお花のお世話が好きで、いつも楽しそうにしてた。私ね、お母さんに言われたんだ。お母さんが帰ってきたら一緒にここに来よう。だからこの花畑のお世話をお願いねって。だから私毎日ここに来てお花に水をあげた。でもだんだん花は散っていって、結局みんな枯れちゃった。お父さんは自然の摂理だから仕方がないって慰めてくれたけど、分かってるけど、それでもお母さんとの約束が忘れられない。お母さんに会いたい。この盾も剣もお母さんが私に残してくれた宝物。じゃあお母さんが大事にしてたここは花冠を編むための場所だったんだね。エイちゃん、あんこちゃん、漂白者さん、ありがとう。お父さん、地図を見て悲しい顔をしてた。私が何をしたって、もうお母さんは帰ってこない。この宝の地図も、ただの謎解きゲーム。大人の言う通り、願いを叶える扉なんて、やっぱりないんだよ。だから、お母さんとはもう会えなくて、話もできなくて、大きくなった姿も見せられなくて、
でもこうしてお母さんからのサプライズを受け取ることができた。お母さんの宝物を全部見つけられたのはみんなのおかげ。この剣と盾ずっと大事にするね。ありがとう、あんこちゃん、漂白者さん、冒険に付き合ってくれて。団長も副団長も解散って言ってないのに、なんで終わりって決めちゃうの？まあ今日はここまででいいか。あんこもいろいろと考えなきゃだし。二人とも勇者メインの冒険団の結末聞きたいよね。宝探しはこれで終わりだけど、命名冒険団の活躍はまだまだ続く。この先にもたくさんの物語があるんだから。そうだ、エイちゃん、明日のお昼ここに来てあんこの物語を聞いてくれる？明日ここに？うん、命名冒険団の物語が気になるなら絶対来てね。うん、じゃあまた明日。あんこちゃん、漂白者さん。お姉ちゃん、これってハッピーエンドだと思う？うん、エイちゃんは宝物の花冠を手に入れてないし、お母さんにも会えなかった。確かに小さな勇者はお母さんの宝物を手に入れてその気持ちを受け取ったのかもしれない。でもあんこ、この物語はまだハッピーエンドを迎えていないと思う。エイちゃんは願いを叶える扉を見つけられてない。物語の中の勇者メイと同じように。ねえ、勇者メイの願いは叶ったと思う？それなら勇者メイは家族に会えたはずだよね。それで長い旅の間に起きたいろんな面白いことを家族に話したんじゃないかな。でもね、勇者メイの物語に終わりはないんだよ。お姉ちゃん覚えてる？エイちゃんの宝探しのきっかけになったっていう演劇のこと。エイちゃんは地図のことを思い出したって言ってた。それに願いを叶えるために伝説の宝物を探す旅に出るって物語の演劇を見たって。それを聞いてあんこすぐに分かっちゃった。宝の地図に載ってるのは勇者メイの宝剣じゃない、エイちゃんのお母さんが残したプレゼントなんだって。なんであんこが分かったか当ててみて。うん、勇者メイの物語はエイちゃんが見た演劇。あんこは全部覚えてるよ。あの演劇はあんこのお母さんからのプレゼントだから。お姉ちゃん、あんこの物語聞いてくれる？心躍るような冒険もなく、恐ろしい化け物もいない。遠い昔の話でもなく、遠い国の出来事でもない。それはある小さなお部屋のありふれた物語から始まった勇者ごっこをして遊ぶ親子。勇者になった女の子はお母さんと一緒に勇気、信念、希望を手にする物語をいくつも紡いだ。ある時
時劇団がやってきた。観客席には女の子の姿、開かれる幕に鳴り出す音楽、お母さんと一緒に紡いだ物語。冥王国の物語は現実という舞台にやってきたのだ。そんな王国はどんどん大きくなっていき、勇者冥の冒険団も心躍る物語に変わっていく。世界で一番高い山に登って全てを断ち切る勇気の宝剣を探す勇者冥。それははしごを登り、恐怖を退けた女の子の勇気の証。広い砂浜をひたすら走って、嵐をも防ぐ新年の拳銃を探す勇者冥。それはお母さんが隠した飴を家中探し回った女の子の思い出。お母さんは女の子の毎日を物語に変えた。冥王国はどんどん大きくなる。勇者冥の冒険もどんどん増えていく。でも劇団が各地を回っていく中、お母さんは体調を崩してしまった。そして迎えた最終公演の日、希望の花冠を手に入れ願いを叶える日。でもその日、アンコールは起こらなかった。みんなの拍手が鳴り響く中、アンコはステージに上がった。願い事をするために。でも病気だったお母さんはアンコの目の前で倒れたの。怖くて仕方なかった。でもお母さんを元気にしたくて、アンコ毎日手紙を書いたよ。物語の主人公みたいにいい子でいればお母さんが元気になるって思ったから。なのに母さんの病気はどんどん悪くなって、結局あんこの努力は意味がなくて、願いを叶える扉も現れなかった。もうどうしたらいいかわからなかった。そしたらお母さんがそんなあんこをベッドに座らせて言ったの。物語を読んでって。あんこは黒勇者冥と白妖精の冥の物語をお母さんに何度も読んであげた。物語を聞いてるお母さんはすごく嬉しそうだった。黒冥と白冥が物語を飛び出してあんこの元に来てくれたのはその時。これからは冥たちがあんこと一緒にいてくれるよってお母さんは笑ってくれた。でもお母さんはいなくなった。あんこが勇者冥として冒険の旅に出たのはその後。養護施設でもブラックショアでもあんこが見聞きしたこと全部を物語にしてるんだ。お母さんに聞いてもらいたいから。あんこの大冒険のこと、新しいお友達のこと、それで物語をいっぱい集めて勇者冥の冒険団の続きを紡ぐ。勇者冥はたくさんの友達と一緒に願いを叶える扉を見つけ出す。そしてその扉の先でお母さんに物語を全部聞いてもらうの。あんこはうまくやったでしょって。だからね。うん、エイちゃん、お
母さんに話したいことがいっぱいあるって言ってたでしょ。あんこもそう。いろんな物語をお母さんに聞いてもらいたい。同じだってあの時あんこは思ったの。勇者メイの冒険の結末はまだわからない。じゃあエイちゃんの物語だってそうだよね。願いが叶ってお母さんに会えるかもしれないもん。エイちゃんは冒険はここまでだって。宝物を見つけられてよかったって言ってたけど、その時のエイちゃんの顔、とってもとっても悲しい顔をしてた。あんこ知ってるよ。お母さんの病気がどんどん悪くなっていって同じ気持ちになったから。でもあんこの物語を聞いてるお母さんはいつも笑ってた。物語にはね、みんなを元気にする力があるの。その力のおかげで黒メイと白メイはあんこのお友達になってくれた。だからあんこはエイちゃんの冒険を終わらせたくない。あんこはこの物語をハッピーエンドにする。お姉ちゃん、でもどうすればいいのかな。エイちゃんのお母さんを生き返らせる方法もないし、現実には願いが叶う扉もないし、物語で白メイが現実で困ったことがあれば冥王国に戻れと言っていた。それにあんこだってそこに願いを叶える扉があると言っていたでしょ。じゃあ勇者メイの冒険にふさわしい舞台は冥王国だ。そっか、そうだよね。勇者メイはお姉ちゃんとエイちゃんを冥王国に招いて本当の冒険をするよ。でも冥王国は誰でも行ける場所じゃないから。うん、冥王国は信じる人だけが行けるからね。それじゃあ冒険続行の誓いとして花冠を編んでエイちゃんに送ろう。永遠に枯れないいろんな種類の花で編まれた人の思いを宿す花冠。そんなのどうやったら作れるんだろう。花に詳しい。あ、ベリーナお姉ちゃん。ベリーナお姉ちゃんなら絶対知ってるはず。一緒に聞きに行こう。漂白者さん、あ、あんこちゃんもこんにちは。今日はお花を見に来たのですか。ちょっと待ってくださいね。このお花は恥ずかしがり屋で。ベリーナお姉ちゃん、希望の花冠の編み方教えて。希望の花冠。つまり A ちゃんのお母さんが残した物語を完成させて願いを叶えるということですね。ただ私もそういった花冠の編み方はわからなくて。
いろんな種類の花で編まれた人の思いを宿す花冠。しかも永遠に枯れることのない花ですか。人の思いを宿す花というと思い浮かぶのはイグサですね。夜になるとかすかに光って道案内をしてくれます。ヤグルマギクも候補に入るかもしれません。雪の降る真冬でも咲く花なので好きな人も多いはず。あ、レンゲも良さそうです。甘い花なので人がイメージする蜜の味を宿していると言えるかもしれません。でも開花時期がバラバラなので一つの花冠に使うのは難しいですね。ましてや永遠に枯れないようにするなんて。そうだよ、この間黒い花をお姉ちゃんに作ってあげたのってベリーナお姉ちゃんなんだよね。それとこれとは違いますよ。表明の力で作ったものには命が宿りません。変わることなく指でなぞれば消えるような儚いものです。命あるものは常に変わっていきます。花を咲かせ枯れるまで時間と思いを刻み続けるんです。思い、あんこひらめいた。物語の花冠は作れなくても思いを宿した花冠は作れるよ。花冠に自分の思いを込めるの。お母さんは花冠を作るときいつも私に好きな花を選ばせてくれた。嬉しいときは心がポカポカするような赤い花、落ち込んだときは優しく寄り添ってくれる青い花。あんこ、種類とかはあんまり関係ない気がするの。大事なのは気持ちだから。そうやって花冠を編めばあんこたちの思いもきっと伝わるはず。自分の気持ちを花冠に。いいですね、それなら伝わるかもしれません。うん、というわけでお姉ちゃん一緒に花を探しに行こう。ヘイちゃんに花冠を見せて命名冒険団はまだまだ続くって伝えてあげないと。エイちゃんと一緒に冥王国にも行って願いを叶えるために。あの、私にも協力させてください。お花が集まったら私が花冠を編みますよ。ありがとうベリーナお姉ちゃん。じゃあ早速探しに行こう。自分の思いを表す花を見つけたら私に渡してくださいね。花は集まりましたか？綺麗な色、ふわふわした幸せな気持ちが伝わりますね。あんこもたくさん集めてきたよ。素敵ですね。あんこちゃんはどんな気持ちを伝えたいですか？ねえねえ、この金色に輝く花、お姉ちゃんの目にそっくりでしょ？あんこは命名冒険団を象徴するような花を選んだんだ。花冠がみんなの冒険の証になるように。綺麗な花冠になりそうですね。うん、それでねベリーナお姉ちゃん、花冠には隙間を作ってもらえないかな。隙間ですか？エイちゃんのお花も入れたいの。エイちゃんの気持ちはエイちゃんにしかわからないからね。隙間を作っておいてエイちゃんに選んでもらうんだ。わかりました、
任せてください。ありがとう、ベリーナお姉ちゃん。お姉ちゃん、花冠ができたらエイちゃんに物語を聞かせるよ。明日のお昼だからね、忘れないでね。準備万端。このステージ黒目白目と一緒に作ったんだ。なかなかの出来でしょう。もちろん、その時が来たらお姉ちゃんは盛大な拍手をよろしく。これは物語のためのステージ。勇者メイはもともと私とお母さんの物語だから、お母さんのやり方でやってみたいんだ。それにステージがあった方が没入感ってやつが違うしね。でもエイちゃん来てくれるかな。もっとちゃんと約束すればよかった。あんこちゃん、お姉ちゃん、お待たせ。ありがとう。よーし、これで命名冒険団全員集合だね。ここからは物語の時間だよ。うん、それでこのステージは。ふふん、この小さなステージこそこれから始まる勇者名の冒険の舞台なのだ。前の冒険がどこまで進んだか覚えてる？確か勇者メイが3つの宝物を探す旅に出たところ。そう、3つの宝物を探しに勇者メイは旅に出た。もちろん一人ではない、友達と一緒に。勇者一行は最も高い山を登っていく。下には荒れ狂う高波。勇者メイは何度も落ちそうになるが、その度に友達と一緒に乗り越えていく。そしてついに勇者は伝説の宝剣を手に入れたのだ。次に勇者は砂浜という砂浜を探し回ることになった。そこはあまりにも広すぎて勇者は貝しか見つけられなかったけれど、友達と協力しとうとう新年の拳銃を手に入れた。残るは希望の花冠のみ。花冠見つけられたの？ううん、勇者一行は伝説の花畑にたどり着いたが、花はすべて枯れ、希望の花冠はどこにもなかった。私たちと同じ。しかし勇者の友達はこの結末に納得しなかった。勇者にふさわしくないこの結末に。だからたくさんの花を集め、自分の思いを花冠に込めた。ピンクの花は幸せを願う気持ち、青い花は困難を乗り越えてほしい気持ち。みんなの冒険の思い出がいっぱい詰まった花冠を友達は勇者に送った。これが希望の花冠？まだ完成していない、一番大事な花が欠けていると、友達は言った。この花冠にはまだエイちゃんの思いが宿った花がないからね。私の思い、ここにアヤメを入れたい。ずっとお母さんに私が植えたアヤメが咲くところを見せたかったの。でももう全部枯れちゃった。もし見つけられるなら。見つけられる？もしアヤメも願いを叶える扉も見つけられるとしたら、エイちゃんは冒険を続けたい？もちろんだよ。
でも現実のどこにも扉なんてない、ただの物語だから。物語で、そう、物語はただの空想じゃない。物語を信じれば物語はそこに現れる。ほら、花冠にあんこたちの思いが宿って扉になったよ。この扉の向こうが冥王国。枯れたはずのアヤメだって咲き続ける場所だよ。エイちゃんは物語を信じて冒険を続ける。私は、うん、信じる。よかった。それじゃあいざ行かん、冥王国へ。空が綺麗。ここが冥王国。お姉ちゃんとあんこが案内してあげるね。今回の物語は前よりも長くて、見たことない気候とか化け物がたくさんいるかも。しかしそのすべてを克服した先に願いを叶える扉があるのだ。さあ団長、今回のクエストをどうぞ。うん、扉を見つけてお母さんに会う。それじゃあ扉に向かって出発。通れないみたい。大丈夫、下にプラットフォームがあるからね。滑空して通ればいいよ。飛べ。気候がある。物語ではよくある気候だよ。扉が開いた。お姉ちゃんすごい。行ってみよう。見て、上昇気流。これに乗って飛び上がろう。私も飛べるのかな。上に飛びすぎちゃったみたい。でも面白かったね。お母さんに会ったらこれも話したいな。出口を探そう。また聞こう。周りにヒントはないかな。すごい、あっという間に解いちゃった。化け物がいっぱい。この程度で止まれない。そんな手はどう。私も戦う。お母さんの連れた冒険。確認してみよう。変身。また飛ぶの。また飛べるよ。イエーイ。いくよ。飛べ。
よくあることだからね。冥王国はいつだって変化してるからね。これぐらいじゃ勇者たちは倒れないよ。飛べ！レアものの予感！よいしょ！たちは全ての難関を乗り越え、希望の花にたどり着くのだ。これが願いを叶える扉。たくさんの勇者たちが追い求める場所、この先に全ての答えがある。みんな心の準備はいい？できてるよ。私はお母さんに会いたい。扉を開けるよ。うん、大好きなアヤメの花、お母さんにも見せたかった。願い事する？そして勇者たちの心からの願いとともに、物語は結末を迎えた。小さな勇者は塔
と願いを叶え、思いをお母さんに伝えた。お母さんに言いたかったこといっぱいあるの。話しきれないほどの物語を。幸せな物語だったわね、あんこ。して小さな勇者は願いを叶え、物語はハッピーエンドを迎えたのだった。全ての物語と思いをお母さんに伝えた勇者、彼らの波乱万丈な旅はこれからも続いていく。現実はやはり一体だからね。
メイの物語は何回も語ってきたけど、こんなハッピーエンドは初めて。あんこは満点をつけるよ。勇者メイの宝探しは幕を閉じたし、休暇ももうすぐ終わり、あんこそろそろブラックショアに戻らなきゃ。もう宿題の話はやめよう。あのね、冒険が終わっても寂しがらなくて大丈夫だよ。あんこがまた新しい物語を用意するから。お姉ちゃん、次も団長になってくれる？指切りして約束してくれる？一緒にいっぱい物語を作ろうね。それでは指切り。一緒に冒険して